デートビズこんにちは天羅万象久保玉サルです、えー、秋分の日秋の彼岸の中日も過ぎていよいよ秋の色が濃くなってくる時期ですよねさてここにこんなカレンダーがあるんですこれ実は日本気象協会が出しているカレンダーなんですねでやはり気象協会が監修しているだけにですね、ところどころにこう気象災害などの日付過去の記録なんかが書き込まれているんですねで9月を見ると注目したいのはこの部分なんです えー、9月26日、その日付の下、遠山台風、加の川台風、伊勢湾台風と書いてあります。今赤線で強調しましたけど、下の囲みのところにも1954年遠山台風、1958年加の川台風、1959年伊勢湾台風と、あの災害の歴史に名を刻む台風が。 1950年代の9月26日に集中して日本を襲っているわけです。わずか5年の間です。で、台風の発生数が一番大きい多いのはですね、統計的には8月なんですが、え、日本に上陸したりまあ、大きな被害をもたらしたものとなりますとやっぱりこれ9月なんですね。 で、9月の台風というのは、日本の南で勢力のピークを迎えて、その後偏西風に乗ってずっとスピードを上げてきますので、あまり衰えないうちに日本列島を襲うという特徴があります。それから移動速度も速くなっていますから、そのスピードそのものと太陽の渦巻きとが相まってですね。非常に風の強い台風が、えー、多いんです。で、さらには秋雨前線がある時期なもんですから、それが台風が刺激してですね、えー、大雨が降るということが。 よくありますで、この気象庁が台風の記録数字的なものを連続的な統計として取り始めたのは1951年昭和26年からなんですねではその1951年,年以降に襲来した台風で行方不明者死者の合計が一番多い順に三つの台風を上げます先ほどカレンダーに記されている三つの台風がここで出てくるんですね いずれもその1950年代、伊勢湾台風の犠牲者は飛び抜けています。で、1951年以前の台風えー、様々な数字がまあ、これ参考記録として扱われるんですね。戦前などで大きな被害を出して、災害の歴史に名を留めているものももちろんあります。有名なものがこんなものですね。 えー、1934年昭和9年の室戸台風は近畿地方に空前の被害をもたらしたことで知られています暴風で学校の校舎が倒壊して多くの児童は犠牲になったり大阪で大規模な高潮が起きてまた大きな犠牲が出ましたそれから一番下1945年昭和20年の枕崎台風は終戦直後のに西日本を襲いました特に原爆の爪痕が残る広島は大雨による水害土砂災害で甚大な被害を受けたんです でこの2つの台風に上の伊勢湾台風を加えた3つの台風をよく昭和の三大台風と呼ぶんです、ね、で台風そのものの勢力が強大なもの、まあ、最近、えー、時々耳にしますスーパー台風だったということ、まあ、何しろ気象衛星もなくて陸から離れた海の上からやってくる台風の動きを正確につかむことがまだまだ困難な時代でした、まあ、そうしたこともあって1000人を超える犠牲者を出したわけなんですね。 さて気象庁が統計を取り出した1951年以降で犠牲者の多い台風は、まあ、先ほども触れましたがいずれも9月26日に襲来していますもちろんこれは偶然の一致なんですけども長い時間の間では確かにこの前後に強大な台風がやって来やすいとは言えそうなんです、まあ、そう考えますとこちらですね年以降 犠牲者数の上位を占める台風がやってきたこの9月26日は台風の特異日あるいは台風襲来の特異日といえそうですでは9月26日に襲来した今挙げました3つの台風についてもう少し詳しく見ていきたいと思いますまず1954年の15号台風後の遠山る台風です遠山る台風は気象庁が正式に命名した台風としては最も古いものです 九州への上陸直前で中心気圧は965ミリバールほどで、まあ、特別猛烈というわけではありません、勢力的にこのミリバールというのは戦後に長く使われた気圧の単位で1992年の暮れに現在、耳慣れていますヘクトパスカルに変わりましたただ、単位名は変わってもこれ数字的には同じなんですですから古い台風記録のミリバールはそのままヘクトパスカルに置き換えるだけで、えー、現在でも通用します、OK、です。 でこの台風九州南部に上陸した後スピードを一気に上げて日本海を北上しましたでその晩の天気図を見ると右側の方に日本、えー、にょろにょろっとこう前線が出ていますしかも海水温の低い北日本付近で上陸した時よりも低い956ミリバールとなっているんですねでこれはこの時点で台風からもう温帯低気圧に変化したと考えるのが自然です で台風が温帯低気圧に変化するのはエネルギーを生み出す仕組みが変わることを意味していて必ずしも弱まるということではありません暴風の範囲はむしろ広がったために嵐の予測が難しくなり青函連絡船の遠山丸は函館港の沖で転覆してしまったんです。次に この台風は9月21日にグアム島の近くで熱帯低気圧として発生して北上を始めてから稀に見る急速な発達を見せましたでアメリカ軍の観測では9月24日に中心気圧が877ミリバールと測定されて当時の世界の最低気圧を記録したんですね。 で写真がありますけどもその渦巻きの写真その頃にアメリカ軍の偵察機が遥か2万メートル上空から台風の目を見下ろして撮った写真大変有名な写真ですで神奈川台風が最も発達した頃のこれ気象庁の天気図なんですけども台風5822って書いてあるんですね22号国際名 IDAIDA と読むんですけどもこの i d a の横に ミリバールと記されているのがわかりますですから現在でいうと880ヘクトパスカルで米軍の測定ではこのとき最大瞬間風速は100メートルという猛烈な勢力のスーパー台風だったというんですね。 台風はその後、勢力を落としながらも北上していったんですけれども、えー、秋雨前線を刺激したために東日本沿岸で大雨となりました特に伊豆半島周辺で記録的な豪雨になって崖崩れ、山崩れが多発伊豆半島から沼津にかけて流れる鹿野川流域で大水害となったことで後にこの台風は鹿野川台風と命名されました。ままた、この時には東京や横浜でででも記録的な大雨で水害が発生ししてていす。す。そして伊勢湾台風です この台風が発生したのは1959年、昭和34年の9月21日です。この年の15号台風で国際名称はベラでしたで。中心気圧の変化グラフを見ると、22日から23日にかけて急激な発達をして、1日に100ミリバール、つまり100ヘクトパスカル以上近くう気圧が下がりました。そして、えー、日本にやってくる3日前の9月23日には、 アメリカ軍の観測で中心気圧が895ミリバールと前年のカノ川ア台風に続いて900ミリバールを割り込む勢力になりました。 でこの台風の特徴は北上しながらも日本の近くまで猛烈な勢力を維持したことなんですね。で風速25メートル以上の暴風域が陸地にかかり始める頃でも中心気圧は920ミリバールつまり920ヘクトパスカルと低く中心付近の最大風速も60メートルと現代の分類でいっても猛烈な勢力の台風でした。 で台風は9月26日の夕刻に紀伊半島の南部潮の岬の西に上陸しましたその時に潮の岬の測候所で観測された929ミリバールつまり929ヘクトパスカルという気圧は62年たった現在でも本州で観測された最低気圧1位の記録なんです。 でこの低い気圧と暴風を伴った台風が西側を通過しました伊勢湾ではです、ね、南からの暴風で海水が湾の奥の方に吹き寄せられ同時に低い気圧で海水の吸い上げ効果もあって記録的な高潮となりました湾奥の名古屋市では本来の水位あの計算された水位を4メートルも超える高潮になって海水が堤防を越えて市街地に流れ込んだんです。そして 貯木状の丸太が海水とともにたくさん市街地に入ってきたため流れ込んだため多くの家屋がそれで破壊されて想像を絶する被害と犠牲を出すことになりました犠牲者は愛知県で 3, 人、3300人を数え三重県でも1000人を超えているんです この伊勢湾台風が襲来した昭和34年、1959年というのは、実は私が生まれた年なんですけど、私は6月生まれなので、その3ヶ月前、ただ九州にいましたので、直接、その被害を受けたとか、そういうことは両親からも話は聞いていませんで、後に名古屋で暮らして、転校して暮らした時期があるんですけど、その時同級生のお父さんがです、ね、9月26日の晩に命からがらで避難して、九州に一生を得たんだという話を聞いたことがあります。 それではこのののの1950 9年代の9月26日の3つの台風をまとめますますず鹿ノ川台風ですが南の海上では記録的勢力の猛台風、日本に近づいてからは雨台風として振る舞いました秋雨前線と台風というのは非常に危険な組み合わせだということを証明しています。 そして台風としては特別な勢力というわけでなくても速度が速くて不意打ちされると大変なことになります富山の台風は風台風そして温帯低気圧に変身したことで暴風の範囲が広がって多くの船が巻き込まれて海難事故が起きましたでそれからあの北海道西部の岩内町では強風によって3000棟以上が焼けるという大火も起きています 伊勢湾台風、まあ、強大な勢力を持ってやってきたことと、伊勢湾という懐の深い湾のすぐ西を通過したことで、高潮を、猛烈な高潮を引き起こしました、そして高潮が夜に起きたことも、人的被害を甚大なものにした大きな要因と言えるんです。 でこの伊勢湾台風の犠牲者5000人といいますのは、えー、戦後で言いますと2011年の東日本大震災そして1995年の阪神・淡路大震災に次ぐ3番目の犠牲者を出した自然災害なんですねで最近温暖化による台風のその勢力の強大化が指摘されていますで観測技術予報技術などはその60年前とはもう比べものにならないぐらい発達していますただ 強い台風猛烈な台風がやってきたときには思いがけない危険にさらされるということはですね、一昨年のあの房総半島台風それから東日本台風が、えー、証明していると思います。で、都市数以外に限ればむしろおある意味現代の方が昔より危険度が増していると言えるかもしれません。まあ台風が一体来たときには何を引き起こすのかということをもう一度紐解いておくことは大事ではないでしょうか。天田繁少でした。 最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします